巻の銀町に食べに来ました。昭和です。チャーハンの大盛り具合を、このチャーハンの大盛り具合をこんなん食えんのかよ。ここがちょうどいいかな。いただきます。あ、いいね、昔ながらの中華そば。ザ中華そば、うん、好きかな。多分残すな。あっこむこのチャーハン多いよ。全然減らねえんだけど。お腹いっぱいに。30人の行列ができたと。で、結局午前。いただきます。オフが入ってる。オフ。煮干しだね。ハンライス、ミニライスの神がかったあげるぐらいのご飯だな。超縮れめ、そば汁、そば汁美味しいです。すんげえ縮れ麺だな、これな、うん、コンクレの縮れ麺初めてかもしれないな、そば汁。スープの染みたお麩、すんげえあったと思ったけど、そこまででもね、縮れ麺からのナス兄さん。ネギがうまい。ネギ、ネギがいい。さっぱり煮干し。TKG 最高。NTG 煮卵。もう一杯食べていい？はい。ありがとうございます。もう一杯。混ぜさせて、お、超いい感じの麺だね。これ何グラム、100グラムぐらいあるの？150。いや俺間違いないでしょ。太麺、ストレートの太麺。いただきます。うんうんうん、美味しい。うん、美味しいね。個人的なあれだけど、ご飯欲しくなるな。大丈夫だよ。今ダイエット中なんで。うん、美味しい。
っとラー油で味変を。うん、間違いない。お辛っ。おー、おいしいおいしい。あ、ラー油いいわこれ。あと2杯は食えるな。三美商店さんで、いいね。どうぞどうぞ。これが自家製麺。いただきます。おい、熱々、鶏だしですね。これが噂に聞く自家製麺ですね。うんうんうん、美味しいです。うん、あっか無類のメンマ好き。うん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 、メンマシャキシャキ、うまい。わさびご飯、うん、あっ、おいしいじゃん。本日はラーメン花月嵐、花月北ラダの豚そば銀次郎、魚粉がたっぷり乗っております。これが美味しいんですよ、豚そば銀次郎。いただきます。すんげえ豚の匂い。うん、魚粉が効いてすごい豚骨醤油のスープが濃くて超美味しいです。ストレートに。うまい、うまい。左手は添えるだけ。完成。うん、うまい、おいしい。4号線のね、拡張のね、工事のためね、閉店するっていうこと。食べ納めに来ました。ニンニクをね、絞りますよ。ニンニクは3つ。ジリン、全部バーン。いただきます。げんこつ味噌に味噌チャーシュー、味玉とネギをトッピングしました。これがラスト花月です。なんかスープ飲むと泣けてくるね。これが食べれなくなるのかと思います。食い納めさん来ました。寂しいですよね。もう寂しくて恋すぎて花月のニラ粒を頬ずれ捨てるのってね。唐揚げ屋さんができたということでね、まあどんな感じな店なのかね、行ってみたいと思います。これ唐揚げです。持った瞬間でわかりますね。すごい柔らかいですね。ちょっといただきます。はい、うん、柔らかい。いや、普通に美味しいと思います。これも薄くてね、お肉がね柔らかくて味がねしっかりしてて、柔らかいけど弾力がある。歯のないおじいちゃんでも食べれますね。こんにちは。いただきます。うん、熱っ。あ、ちょっと甘めですね。懐かしい味の味噌ラーメンって感じですね。カツオかなんかの出汁もき、なんかこう風味ありますね。カツオっすか。来ました。ここです。キング、キング、王様です。はい、3月31日をもって閉店だということです。最後にね、思い出みたいな感じでね、YouTube 撮っていこうと思います。来ます。
できめーす。うまそう。いや、おいしいおいしい。すごくおいしい。うまっ。すげえエビ。これやばいね。プリプリ。うまっ。ナス兄さんです。ラーメンを食べに来ました。顔面チョップ、痛い顔面チョップ、ナナハさんです。細いネギラーメン、ぬるいって書いてますね。これ最高ですね。これいただきます。この油っていうのめっちゃめちゃ重い。ちょっとイサワ店超えたかもしれない。うまいよ。全然熱いし。うん、超うめ、うん、あれもおいしい、あれおいしい、カレーうまいよ。何回も言うけど、もう一回言う、カレーうまい。うん、めっちゃめんだけど。ナポリタンじゃん。ナポリタンナポリタンにめっちゃ辛い。辛い。あ、そうでもない。あ、そう。タン麺定食です。これがね、キャベツと豚肉と唐辛子のニンニクとできます。うん、あっぱ、マヨネーとチャーシュー麺、うまっ。ラスリーさんのおすすめ。父さん、ナイスおかわり。フランス語でなんて言うの？ナイス、ナイス、うん、カレーじゃんそれ。